もうひとら新庄がやってますけどね、なんかなりそうな勢いだねこれね。いやもうなりそうな感じですね。なりそうな勢いだよ。だけどまああの島田さんは、はい、島田栄一さんはバイデンがもうその8月の党大会の直前でバイデンが引退を表明し、ミシェル・オバマかなんかが出てくれば混沌とするでしょうとこう言ってるんですけどね、うん、はい、バイデン本当にあの記憶力とか不安だよな、うん、そうですね。もうちょっとどっちも困りますね、うん、バイデンになられても困るし、そうそう、トランプになられても困るっていう、うん、でこれで4年間なったらやんなきゃいけないけど、それ持つのかという話で、これはしかも安倍さんはいないから、はい、トランプをコントロールできるやつもいないしな。だけど今トランプがあの、不倫のあれで業務記録改ざんとか、はい、その機密文書を自宅に持ってったとか、議会襲撃とかで、はい、あの裁判抱えてますよね。92個かなんか、うん、あの訴状、これがまあどうなるか分かんないんですけど、はい、ルトワックも分からないって言ってましたね。あ、うん、あの元大統領に当てるための法律だったのかそうじゃないのかっていうところが、どうにも大統領になる資格がないというふうに当てていいのかどうかが分からないっていうね。こんなあんな事件起こすやついないですからね。大統領候補になるやつが革命みたいなことやろうとしてたわけですから、だからそういう法律はそもそもないっていうね。だからそこがまず問題ですよね、うん、はい。だからだけど本当に一番いいのはトランプが逮捕されて刑務所がなんか入ってしまって政治ができないねってことになってヘイリーがなるのが世界中誰もがハッピーですよ。本当に。しかし昨日僕はそのアメリカ人 の、はい、その弁護士に話を聞いてたんだけど、うん、やっぱりあのトランプが抱えてる訴訟は、はい、まあ、無理があると、はい、訴えてる方に、はい、だからその法律論的にちゃんと言えばあれはやっぱ無理なんだと、はい、でこの不倫だってさこれ何年、まあ、何年も前でしょこれ、はい、8年ぐらい前じゃん、はい、とかもっと古いのもやられたことありましたけどね、はい、20年前とかね、はい、それを今更やっても無理があるとは言ってたんですけど、まあ分からないな、これどうなるか分からない。ただ国家転覆をやろうとしてたっていうのがありますからね、それをどう捉えるかっていうのが、まあね、うん、あのね、法律がないっていうことですよね、うんうんうん、南北戦争の時のもんだっていうふうに言えば逃げれるっていう、うんうん、そうね、はい、暴動や反乱に関与した者は公職に就くことはできないっていうのが合衆国憲法修正第14条3項にあると、うん、だからまあこれを言えばトランプは完全にこれに当たるはずなんですけど、暴動や反乱にね、うん、議事堂選挙を誘導したわけですから、うん、はい、ただ青山学院大学の浜辺陽一郎教授弁護士は、大統領選には米国生まれの米国人で35歳以上米国に14年以上居住している人であれば誰でも立候補できます。たとえ起訴されて有罪になったとしても法律で立候補を禁止する明文はありませんと。そうなんですよね。憲法修正第14条3項など具体的な資格の決定核実験に該当した場合はこの限りではありません。ただしこの条項は南北戦争後南部の関係者が公職に就かないよう1868年に定められたもので、今回のような状況を想定していません。文言を読めばトランプ氏にも当てはまると見ることもできますが、ここは議論が分かれるところでしょう。なかなか難しいんだよ。これあの最高裁まで持ち込んだら、うん、6対3でトランプの保守派の方が有利、トランプが指名した3人がいますから、ね、判事がね、はい、自分で判事を指名してますから、うんうん、 そ、 うまあ、それもあるしということなんですよね、うんうん、アメリカ人もこれを認めるのかというね、うん、だって脱税してた人ですよ、うん、はい、巨額の、そうですね、はい、虚偽の書類も作ってた人ですからね、うん、でも今のところは圧倒的にな、はい、共和党内には勢い増してますからね、はい、これどうなんですかね、これ。まあ岸田さんが行くでしょ、はい、間もなく行っても鼻であしられるだろうな、はい、これな。どんな法律を作ってくるかわからないですし、うん、アメリカファーストのね、うん、そうそうそうでね、再選されたらね、まあどうせ次がないから、うん、結構も独裁やり放題になる可能性もありますしね、まあ、まずウクライナの支援をね、まあ、やめるって言ってますからね。で NATO は NATO でやれということになってしまうわけですから、うん、台湾についてまだ分かんないですからね、分かんないですよね、これによってはもう日本はひどい目に遭う可能性もあるんで、うん、なんかやっぱトランプじゃない方が、うん、
いいんですけど、日本にとってもね、はい、どうなるかがわからないって言って、うん、でこのトランプが今回出れるかどうかもルトワックとかですらわからないって言ってるんですからね、うん、結局この法律がどう解釈されて、うん、まあそうね、実際どうなるかって、うん、人気で言えばもうトランプそのままいくんですけど、はい、これは慎重はまあそういうところはちゃんとやるんだよな、はい、ニューズウィークは今週は世界が愛した小沢誠二で、小沢誠二のまあドキュメントやってますけど、はい、これはこれで面白いだけど、そのナワリヌイでね、はい、これ絶対言いましたけど、だから彼は最後まで戦い続けた、普通であれば帰んないわけじゃない、そうですよね、ね、はい、ドイツにあれしてまあ伸び直で毒でやられてね、はい、それなのにわざわざ帰ったと、はい、そこはなんでなのかなと思うよね。まあ遺体は一応返しましたね、そうですね、あれは葬式をやると、そうそう、国外に持ち出しちゃいけないっていう条件がついてますけど、はい、でもここで言ってるのは、じゃあ我々が考えるようになんで戻ったか、今年1月にナワリヌイはフェイスブックの投稿で帰国の決断について次のように説明したと。自分の国も自分の信念も諦めたくなかった、どちらも裏切ることはできない、自分の信念に価値があるのならそのために立ち上がらなければならない、必要なら多少の犠牲も厭わない。彼の決断とその明確な理由は、彼が類稀な人物だというだけでなく、ロシアのレジスタンスの歴史を受け継いでいる証だと。ナワリヌイは先人たちと同じように勇気だけでなく信念から行動した。これはまあなあ、奥さんとお母さんは特に耐えられないでしょうけど、はい、そうですね、もったいないよな、はい、2月19日妻のユリア・ナワルナヤはビデオメッセージを発表し、夫の意思を継いで戦うと宣言した。プーチンは夫を殺すことで自分の半分を殺したと言い、こう続けた、でも私の半分はまだ残っている、そしてその半分が諦める権利はないと私に告げている、うん、今回葬式やるんで、その時にこの奥さんが逮捕されるんじゃないかって言われてますね、うんうん、あ、なるほど、そうか、はい、うん、もうそこに来たに連中全員も写真撮って、うん、もうリストになるじゃないですか、うん、まあね、そうね、これでおびき出して、うん、でちょっと割りそうな中心人物は全員逮捕していくっていう、プーチン側の、うん、まあ、やるんじゃないかっていう、うんうん、基本的に選挙も出れないようにさせたり、ね、まあまあそうですね、まあ批判する人間を殺したりとかってずっと言ってるわけですからね、うんうん、